おはようございます。ミクです。ちょっとね、パパにね、パン厚切りにしてって頼んだらね、ちょっと。それいただき物のね、いいパンだ。いや、それは分かってるけど、ちょっと厚切りすぎるで、これ。厚いよね。厚いよ。特になんで、こっち側斜めの。なんでこうなったん？ちょっと、斬新やな。一料生懸理。命やりましたよ。一生やった結果懸命。これ。これ2分の1ぐらいにしたら、だって、焼く？これで。何事も挑戦や。なんか言うてるで。でも、ほんま上手になったよね、包丁さばきが。調子悪いわ。あ、調子悪いんや。上手やで。いい感じ、いい感じ。すごい、なんか、狙ってる子おるけどね。いけた。私ちょっとあんまりそこまでメロン嫌いじゃないかもしれないなって最近思ってます。いや、これ割とめっちゃ美味しいやつだと思うで。あ、そうなんや。メロンの中にもいろいろあんねんメな。ロンの中にもやっぱり。なんかね、初めに食べたオレンジ色のメロンは夕張メロンね。夕張メロン、あれはなんかちょっと食べてみたんですよ、パパに言われて。そしたら意外になんかいけて、一口二口食べたんですけど、この緑のやつはちょっとね、合わんかったな。あ、バナナもあげるの？あった。酵素をね、ちょっいいと。ね。酵素はい。だって。えー、ククちゃん。ククちゃんはおいしいね。よし。ああ、よかったね、あなた。ほんとに一なんか瞬。ね、便もすごいいいんですよ。ああ、よかった別にね。食べてるけど、今のとでもね、いっぱい食べ過ぎると、ここちゃん、なぜかお腹が緩くなるんで。その体質がね。ちょっとずつやな、果物はな、ここちゃん。あ3ら、歳かになっわたら、いい。大体わかるから。かわいすぎるこの人ね、のお体顔。の調子も。でもなんかコメントとか拝見してると、梨1個丸ごと食べる子とかおるらしい、フレンすチごに。いね。すごいやろ。ええー、と思って。すごいな人ーっ間でて。もまあ、私一は無日理一です個ね。はなかなか。バナナあげよう。食べる？ああ、ここちゃん。よし。ちょっと、売れまくったバナナです。よし。はよ食べな。もう冷蔵庫入れじんゃあ、これまだ買って3日ぐらい。3日もないな。2日ぐらいやで。金曜日に買ってるから。の。いやもう今これ日日曜日やろ？早最いっ近すね。な。これね、メロンを切った後のメロン果汁なんですけど、ここちゃんにメロンジュースをあげようと思います。贅沢な。贅沢ですね。100%メロンジュース。ここちゃん、なんか今日はいろいろ、朝待てからいろいよ。ろ甘いのもらえるな。待てわ。ほじゃ、待てない。待ってない。ほじゃ、待てわ。もういいよ、いいよ。待て。ほじゃ、はい、待てよ。待てるよね、ちゃんと。偉いね。よし。どうですか？人間でもそんなに食べれないもの。すごいね。美味しいのかな？美味しいんじゃない？美味しいのか。よかったね、ここちゃん。パンがえらいことよかった。え、パンえらいことになってる？ここちゃん、メロン美味しい。あ、もう終わったら催促に行ったよ。おかわりって。これ、中までちゃんと焼けてんの？いや、いいですね。いいんじゃないですか。純生食パン工房っていうところのパンらしいです。ちょっとメロン食べていい？もちろん。ここちゃん、クンクン、ここちゃん、クン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 してるの。あ、クンクンしてるの、偉いね。パン食べてみて。 おー、すごーい。ほかほか。ほかほかパン。つけて食べようか。中まであったかい？ちょっと待って、あったかいと思う。本当？まああったかいよ。まああったかい。はい、よかったね。食べてみ。じゃあ私もいただきます。おお。あ、おいしい。甘い。おいしいな、これ。美味しいよ。この厚切り意外にいけるかもしれない。まだ一番熱いとこ食べてないけど。うまいね。だって、こっちはこれぐらいやん、高さが。今ここ映ってる。これぐらいでしょ？こっち、倍ぐらいになってるから。こっちから食あんべまて見いい？伝わらんかもしれんね。こっち食べていい？すごい分厚いよ、だって。
こちゃんゲップ。こちゃん今頃ゲップ出た。この一番分厚いとこ。甘い。美味しい美味しい。美味しい。誰がくれたん？え？お客さん？ちょっといろいろあって。あ、そうなんや。お礼言うといて。これつける？意外と。このままがいいな。甘いやん。甘い。おうちゃんにも食べさせてあげたいけど、何が入ってるかわからへん。原材料がわからへん。最近流行ってますよね、このちょっと贅沢な食パン。贅沢食パンみたいな。そうやな。あ、これ一気に800円もするんだ。マジ？らしい。800円。お礼言うといてな。くれた人は。おいしい。自分じゃ絶対買えないよ。絶対買わないよ。こちゃんもうお腹いっぱいでしょ。今日ごちそう食べたらしいやん、こちゃん朝。何？今日はグーワーの撮影だったんだよね。なんか人間でも食べるような、うん。いや、あれ良かったよ。鮭の。なんか今までさ作った中で多分一番簡単なレシピで、しかも下準備もないぐらいめっちゃ簡単なレシピやけど、すごい勢いやった。あれおすすめレシピ。まあ花崎先生にもチェックもらってるから。すごい贅沢。よかったね。めっちゃ見てるやん。なんかわかるよねこの匂いね、さっき食べたから。いやー、あのパン本当に美味しかったです。ただパパの厚切り具合がおもろすぎてね、斜めすぎやろうちゅうね。まあそれでカメラを回すことになったんですけど、今回はガチでリアルな日常会話の切り取りっていう感じの動画になりました。たまにはこういうのも作ってて楽しいですね。もしこの動画を楽しんでくれたらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。じゃあまた。